勝利のバッジゲットだぜ。主にエンディングに使われた曲、勝利を歌い上げるシーンが多く、夏目が笑って試合放棄となるシーンや、レインボーバッジ、ピンクバッジのゲット、ポケモンレースで勝利したシーンでも登場。なお第35話では白龍が登場する美しいシーンでも使用された。